チャンスモリスは、アメリカ合衆国の Twitch ストリーマー、インターネットパーソナリティ、オンライン名ソーダポッピン。彼は Twitch で最大のフォロワーを持つ人物の一人で、あり、590万人以上のフォロワーと3億4500万回以上の視聴回数を誇っている。モリスはまた、2020年11月の時点で100万人以上の、チャンネル登録者と3億8000万回以上の、 視聴回数を誇る YouTube チャンネルを所有している。モリスは、ズファイヤーから切り替えた後、2012年に、Twitch でストリーミングを開始した。彼は、ワールド・オブ・ウォークラフトのプレイヤーとして成功し、Twitch のワをフォロワーの半数以上が彼を見て、トップランクに達した。モリスは、オンラインギャンブルに切り替える前に、他のゲームをストリーミングした。2014年と2015年に、 モリスはカジノのウェブサイトでブラックジャックギャンブルをストリーミングし特定の日に数千ドルを勝ち負けた。2015年5月、モリスは一方で5000ドルを失い4万3000人以上の視聴者が彼を見ていました。モリスはカナダの e スポーツ組織であるノーザンゲーミングを共同所有していた。2017年8月、この組織はシャキール・オニール。 アレックス・ロドリゲスなどが所有するエナジー・イースポーツに買収された。その後、モリスはその所有グループに加わり、エナジー・イースポーツのアドバイザーになった。ノーザン・ゲーミングの短命なキャリアに関して、イースポーツ・インサイダーは次のように述べている、ノーザン・ゲーミングの短い道の終わりだが、彼らの話は、イースポーツで迅速な成功を収めた例として、振り返られる。ソーシャル・ブレードによると、 2020年12月23日の時点でモリスは Twitch で8番目にフォロワーが多い人物である。ソーダポッピンは Twitch の合計視聴回数でも11位にランクされている。ありがとうございます。